北九州市立中央中学校は、福岡県北九州市八幡東区中央三丁目にある公立中学校。現在では、新生中学校の設置をもって開校年度としているが、それ以前からの歴史を加味すると100年以上の歴史を持つ学校である。まず、1902年に、音賀軍前町村立八幡高等小学校が開校した。 高等小学校は尋常小学校の上に位置する学校で10歳から14歳までを対象とした学校であった。5年後の1907年には音楽郡やわた町立やわた高等小学校と改称される。その後、同校は尋常小学校を出た生徒が働きながら学ぶ実業補習学校として1917年にやわた市やわた実業補習学校と改称され、 国民学校令が施行された1941年には、八幡市八幡大二国民学校として、国民学校に改称される。戦争が終わると、今度は1947年の学生改革に伴って、八幡市立中央中学校として開校した。1963年に、北九州市が誕生すると、北九州市立中央中学校と改称する。 1960年には大倉中学校新設により校区が変更される。1965年には PTA が文部大臣表彰を受賞した。1985年には中央中学校同窓会総会が行われた。1987年には創立40周年を迎えている。ありがとうございます。